日本キャニオン、日本キャニオン、谷底谷底から崖を見上げる日本キャニオンは、青森県西津軽郡深浦町松上にある、継承地である。侵食崩壊によって、業界岸の白い岩肌がむき出しになったダイナミックな、有事国大断崖で、アメリカ合衆国のグランドキャニオンにヒントを得て、命名された。世界遺産白神山地の日本海側にあり、津軽国定公園域に位置するが、 白神山地世界遺産地域には入っていない。1953年10月22日、12個が県立自然公園に指定された際に訪れた国立公園審議委員の探検家、岸間モルがアメリカ合衆国コロラド高原グランドキャニオンと対比し、なんだ、ベビーキャニオンじゃないかと言ったことから、岩崎村役場で早速、日本キャニオンと命名したのが由来である。 昔は地元の人から日暮山と呼ばれていた。大町京月も日暮山の眺望と呼んでいる。今も濁り川に日暮れ橋があることからもうなずける。日暮らしとは眺望が優れた場所を意味する。白神山地には日暮らしの滝、十二湖には日暮らしの池や日暮れ橋があり、眺望の美しさに日が暮れるのを忘れたという言い伝えから命名された。 日本キャニオンの船員については、12個の船員も含めて氷河の名残ではないかとする説もある。これは昭和7年に荒川賢治が発表したもので、当時学会でも話題になった。遠方からでもはっきり認識できる白い山肌は沖合を航行する船舶からの目標にもなっている。ありがとうございます。